こんばんばはでございます、えー、とお誕生日おめでとうございますメッセージ多数、えー、と今のソーシャルストリームの中でもたくさんいただいておりますありがとうございますで、えー、と昨日の夜あたりから Twitter あと Facebook 通じまして、えー、たくさんメッセージいただきましてありがとうございます、えー、と今日はですねいつもと 基本的には同じことやりますが違うところが一つございまして私の顔というと <laughs> えちょっと語弊がありますけどもちょっと違う、えー、40過ぎのおっさんが使うにはちょっと照れくさいメガネっこ配信でございますえっ、ー、とどんな顔で今日やるかというとこんな顔でございますはいこんばんはです えー、タッチーことオムラでございます。はい。えー、っと、お小倉聖さんがリツイートしてくださっております。えー、っと、今日の予告ですね。今日出先だから多分生ではご覧いただけないので、ということもあって、えー、リツイートで拡散してくださってるようでございます。ありがとうございます。はい。 ああそうですね、トレームさんね、えー、今、ご帰宅ストリームということで、まあ、落ち着いて、えー、っと、えー、来ていただければと思います。えー、っと、電柱さん、えー、音切れたり飛んだりしている、もしかしたらうちの環境かなということですが、えー、っと、もし他にも、あ、うちもやばいんですけど、みたいなことがありましたら、フィードバックお願いいたします。はい。えー、っと、お久しぶりの方もね、いらっしゃいますね。 えー、今夜さん、今夜さんだったっけえ読み方忘れちゃった。ごめんなさい。アイコンはちゃんと,ちゃんと覚えています。そうですね、今日はあのタイトルっていうことで言いますと、福井県と石川県、これが主な舞台になりますので、えー、っと、まあ、地元の、もしかしたら、足かもしれませんし、あ、たまに見るな、みたいな、あのー、 そういう鉄道をご紹介することになるかもしれません。えー、っと、試験に出るシリーズ <laughs> え。これ先週も言いましたけども、あの例の「あの水曜どうでしょう」という番組の企画の中に、試験に出る石川富山という4週ものの企画がございまして、それのまあパクリでございます。 かといって、試験に出る福井、石川、富山だと長いんで、えーと、北陸3県ということでまとめさせていただきました。えっ、ー、と、今日は盛況になりそうですねってことですが、そうですね、出だしから20人、えー、お越しいただいております。ありがとうございます。えー、洋輔バリスタさん、掛け持ち着席の掛け持ち先はもしかしたら旅鉄部でしょうか。<laughs> えっと、多分九9時から11時までやってらっしゃるので。 1>, 1時間ほどかぶるかと思います。で、おそらく、えー、掛け持ちで見てらっしゃる方も <coughs>、いらっしゃるかと思いますが、えー、こちらは、牛蜜時、夜放タイムまではやるつもりでございますので、えー、よろしくお願いいたします。はい、えー、ご会長、はい、メガネっ子です。結構いいですね。アイリンさん、ありがとうございます。そうですね、黒帯さん、メガネをかけて配信しているのは初めてです。 えー、私としてもちょっとチャレンジしてみました。で、えー、ウィル・オブリーウルさん、渋い。ああ、渋いですか。なことしてもね、<laughs> 何にもかっこよくありませんけど。えー、島直さん、そのメガネてですかいや、ちゃんとドア入っております。えっ、ー、と、これはですね、ちょっと横向くと、かなり、かなり、かなりですね、このフレームが太かったり、 するので、もしかしたら、だてかなってお、まあ、こういうところからもねえ、実はコンタクトしてんじゃないのっていう話もありますがえ、これはちゃんと度が入っております。はい。えっ、ー、と、度はきついです。あのー、普段私、コン普段といいますか、何だろう。えー、っと、あ、洋介林田さん、鉄分ないところの2000人超えのところを見てらっしゃる了解でございます。 えーそうですね、ゴーグルっぽいメガネあのー、お店でこのフレーム手に取った時はそんなにごつい感じしなかったんですけど持って帰ってきて自分でつけてみると意外と横が指一本分ぐらい大きいんですねなんか感覚的に。で、えっ、ー、とこれさっきも言いました通り私普段 普段と言いますか、外へ出るとき、人に会うときはコンタクトしております。でそれ以外のとき、家の中とかご近所とかではメガネなんですけど、それにしてちょっと派手なのを選んじゃったかなという感じはいたします。まあいいでしょう。えー、今までね、持ってた家用のメガネっていうのが非常にんていうんでしょう、地味と言いますか。 普通のまあ金,金縁っていうのかななんかそういう眼鏡横だ円形のそういう、えー、メタルのフレームでしたのでそれとはちょっと気分変えてみたいなという気持ちもありまして選んでみましたあメガネ似合うありがとうございます ハンチングと合っている熱い生さんありがとうございます。えー、わしも眼鏡欲しいなって、キンバスさん眼鏡着用じゃなかったんでしょうか。<laughs> はい。えー、結構、割とシルバーかなんかの渋いフレームをおで、えー、お持ちだったと記憶しておりますが、えーと。ちびらんちゃんさんも途切れ途切れの時があり。でああ、なるほどなるほど。 はい。ってことで、えっ、ー、と、20人でスタートしております、鉄道談話クラブ第52回。えっ、ー、と、回数的にはちょうど1年分やったという、そんな感じで、えー、ありますが、新しいのが欲しい。あ、ぜひ。えー、ちなみに、この、メガネのお値段でございますが、まあ、昼間、 えとツイートをした、あ、あのお店で買ったのねっていうことだったら、だいたいおいくらぐらいかっていうのは、検討つくかと思いますが。えー、プラレルさんも、あ、変更レンズで新しいメガネ。なるほど。ワンクール、<laughs> そうですね。掛け持ち配信終わりました。2000人超えだとタイムラインの流れが早いでしょうね。 だと思います多分その配信する側も流れが早いとなるとなかなか追っかけるのがしんどいということで、えー、黒帯さんからお約束の言葉をいただきましたお高いんでしょうえー、っとそのお店の中では一番高いランクのやつを選んでみました もうちょっと待ってみようかな別に値段当てたからといって何も出るわけではありませんがさあこのメっとフレームと,えーともちろんレンズそれなりに度はきついです普段といいますかコンタクトしてる人がするその代わりになるぐらいのメガネですので度もそれぐらいそれなりにきついです まあ、そとあと、最近のメガネケースってすごく、こんなのあるんですね。これメガネケースなんです。よいしょ。ここのお店のですね。これ、ジュンズではありません。ジンズですね。<laughs> ジュンズさんだと、あの、ユーストドン売ってるところになりますんで。 こちらのお店の一番上のランクのメガネセットでございますがきさん10人高い高い <laughs> 高い高いそんな 3, 3号系は高い高いです、えー、このご時世だと2万円前後いやもっと安いです えー、島直さんは、非球面ハードコートでご諭吉。えっ、ー、とね、諭吉さん十人を、カランクスさんがいい線ついてきました。えっ、ー、とですね、カランクスさんの一つ目の答えが近い。えっ、ー、と、9990円でございます。1万円ギリギリ切ってます。 そうですそうです。あのフレーム畳んでもかさばるタイプだからということで、そう、一番大きいサイズのケースでございます。ちなみにこの中には模型は入っておりません。かつの車両ケース。えー、ウィローウェルさんがちょっと、えー、こちらにソーシャルストリームに遅れて入ってきて、5250。えっ、ー、とね、一番安い、このお店で一番安い メガネセットが確か4級か5級だったかな。で、495979、あ9900か。えー、4959799900。その4段階ぐらいでありまして、えー、激しく動いてもずれない古田メガネを買おうと思ったら55系。あ高いですね。えっ、ー、と、サバエのフレームかどうかはわかりません。 1>, はいえー、と1万円は切っております。であの皆様やっぱりね、あのー、ソーシャルストリームの中書かれてますよねやっぱり眼鏡作るとなると1本万それがお約束でしたし私もそれぐらいのもんだと思っておりましたら最近はそこそこ度がきつい眼鏡でも4桁ですね。 1>, えと1万円いかないメガネっていうのが増えております。はい、えー、サバイでございます。あの、某、あの、誰だっけ <laughs>。最近ね、えー、某真子さんかな。このサバイでございますっていう、この言い回し、最近よく使ってらっしゃいますが。 はい、えー、ということでメガネも新しくかなり10年ぶりぐらいかなで、えー、その頃はやっぱり34やっぱレンズ1枚で1枚ぐらいしましたしフレームでも1万何千するんでやっぱ34万仕事っていうメガネがそういう風に自分でも思ってたのでなかなか新しいのをホイホイ作る気分によって掛け替えるとかなんかそんなことも しづらいアイテムだったでそれがまあコンタクトに変えてみたいという理由の一つでもあったんですけど1万円以内でいろいろととっかいひっかえできるんであればちょっとファッションとして、A、メガネっていうのも一つ選択肢に入れてやってみてもいいかなという、まあ、そのきっかけとしてちょっとまず1本新しいのを作ってみました。 そうですね金属フレームも高いですしね。で、レンズも、ね、島直さんおっしゃるように、例えばホヤ指定とか、そういった一流メーカー、一流メーカーっていうのかな、なんだろう、あの、名の通ったメーカーのかなり薄いやつって指定すると、途端に値段が上がるという、値段も上がるし、えー、っと納品までの時間もかかると,ということで、メガネ事情も。 随分変わったなという、えー、ことを感じた今日一日でございました。で、えー、そうですね、スカイスイーパーさん、ね、おっしゃるように、そう、出来上がる時間も早くなりまして、これ、えー、っと、オーダーしてお勘定をまず先にして、で、できるまで30分。30分でできます。で、30分なんですが、えー、残念ながら、 映画見に行くという <laughs>、あれがありましたので、映画終わってからとに帰ってきたというところでありますね。あ、すごい。フルチタンで5万円。すごいいいですね。えーっと。なるほど、なるほど。えー、っと、司会ですかえー、っとですね。 あの横方向はまあ,まあまあもちろんコンタクトと比べちゃいけませんけど前の眼鏡え前のメガネほどはそんなに差がないかなあチケット見ましたっていうのはそうですね映画ですねはいえちょっと映画の話少しだけ えー、やりますかねえ今日一日ちょっとお出かけしてそのメガネというのが一つともう一つが、あのー、新しい映画が「今日風切りになった」とで主役があの例の「水曜どうでしょう」でもおなじみのあるいは龍馬伝去年の,あの長次郎さん長次郎役でも有名なあの大泉洋ですね彼が 主演の映画やるちゅまあ見に行ってきまして滋賀県だとうちの近所じゃやってなくて大津のユナイテッドシネマに行くか草津のワーナーマイカルに行くしかないので草津の方に行ってきたということであの見てまあ、まあ、今日封切られたばかりの映画ですんで中身とかお話しするのはもうもちろん え割愛しますけれども何でしょうお今日の私は誰かに似てる気がするはいあのー、思い出したら <laughs> ソーシャルストリームの方にお願いいたしますえーっとまあ,まあ大泉洋ね彼そういったバラエティーとかそちらで 密かにじわじわとブレイクして役者さんとしての評価っていうのが実は大衆的な評価としていうのは後からついてきたタイプの人ではありますがなんかすごく演技の幅が広がってるなっていうのはすごくまず第一の印象として感じましたねであとこの「探偵はバーにいる」っていう映画なんですけどその映画のスタッフと役者さんの中に あのテレビドラマの「相棒」の人たちがたくさんいるでえー、っと脚本もその「相棒」にも何度も結構難解で重厚な脚本を書いている小沢亮太という方ですねあの方が脚本にかんでるっていうことでまあストーリー展開があ一段落したなと思ったらまたその次があって あ、それも終わったのとまた次のひねりがあってという形でオチがなかなかわからないいや、わか,かるのかもしれないけどいや、もしかしたら違うかももしかしたら違うかもみたいなそういったひねりがあって面白いでも最後なんかずしんと重みを残して終わるみたいななのでえっ、ー、とあのテレビドラマの相棒を見てらっしゃる方だったら意外といけるんじゃないかなというふうに思いました でですので、まあ、お近くでこの映画、えー、やるやってるところがあるようでしたらばぜひ足を運んでいただけたらなと思いますはいえー、12月3日軽音の映画の公開日そうですねはいで今大津市内京阪、石山坂本線では軽音電車が絶賛運転中でございますはいえー、映画みたいが 何か見たいが見る時間がんですねそう時間上演時間に縛られる場所もしあの指定されるっていうところがねあの映画の映画という娯楽の一つつらいところでもそれが終わったとなると DVD かあるいはレンタルかを待つしかないというところですかね、まあ、そういう辛さもございます そうでですすねね大泉くん出まくりですよ、ね、やっぱあの私も「どうでしょう」で彼を知った口なのでどうしても「大泉くん」と言ってしまうんですね。本当はもう彼の知名度とか縁起の,の力量とかそれ考えるとくんづけなんかしてる場合じゃないんですけどもねやっぱそういうどうしても原点はそこですし今も「どうでしょう」っていうのが何年かに1回は 新作を作り続けてる現役の番組ですのでまあやっぱり永遠の若手あの番組の中では永遠の若手というところですかねはいえっと黒帯さんあコーチもやっていたいイオンモールの東宝シネマなるほどなるほど まあ、ぜひ見ていただければと思います。あのー、意外、意外とついたあれですけれども、ちょっとおすすめの映画の一つでございます。さあ、えー、っと、一応今日はお誕生日ということなんですが、特にお誕生日だからスペシャルな内容を盛り込むとか、配信の中で ケーキ食べるとか、シャンパン開ける <laughs> とか、なんかそういうこと一切やりませんので、いつも通りの配信を進めていきますので、ご承知おきくださいませ。じゃあ、えー、っと、まず最初のネタに行きましょうかね。じゃあ、ちょっと字幕を書き換えたいと思います。 はいえー、と本日の出し物、その1ということで、えー、と福井県から1つ、福井県の鉄道から1つということで、えー、と越前鉄道勝山永平寺線、これをご紹介しようと思います。えー、と鉄道に詳しい方なら、もうすでに、うん、もう説明するまでもないと思いますけど、あのかつての京福、 えっけ、えー、何もないのってないですよ <laughs> ないですよあのいつも通りの配信をやりますんでもうあのなんて言うんでしょうお誕生日おめでとうに関しては もう今日一日で Twitter、Facebook でもう十分あのいただきましたのでまだお返しできていないそのメッセージに対してお返しができていないものも若干あるかと思いますがそれは明日以降おいおいと、はい、させていただきます軽温、はいえー、電車は腰つべにいっぱいアップされてますですよね <laughs> だと思いますよ あの鉄道クラスター以外の,そのアニメとかそっちのクラスターの方はもうたくさん挙げてらっしゃるんじゃないかなと思われますあ小谷さんおえー、実は福鉄沿線住民福井鉄道ですねあそちらの方ですかなるほどじゃあえっ、ー、と越前鉄道とはちょっと違う方角の方にお住まいということでしょうかね 島直は熊ががが欲しっってていいいた愛管の車両が走っている線、はい、その通りでございます。その車両も出てまいります。越前鉄道は何週間か前に BSFG であやってましたか。はい。結構ね、あの越前鉄道、ある意味、話題性の高い。というか、 鉄道そのものというよりはそのサービスの方で取り上げられたり注目される率の高い鉄道でございます。で、えー、と私この越前鉄道あるいは京福のこの福井の路線に関してはあの福井から三国港の間までもう十何年前に一回乗って でおりますつまり慶服の時代に乗っておりますですのである意味この福井の福井駅に降りて福井の鉄道私鉄に乗るっていうのも十何年ぶりというで、えー、言うまでもなく福井鉄道あそちらも全部乗っておりますですので、えー、残っていたのがこの勝山までの路線でえー、と永平寺行き 今書かれましたけども私も乗れないまま廃止になっちゃったということで、まあ、乗りつぶし的には負担は減るんですがでも乗れ,な乗れないままで終わっちゃうっていうのはちょっと残念だなというそんな気持ちも残しつつじゃ早速動画いってみましょうかねあのー、今回 このシリーズでご披露する動画ですが、若干短めでございます。で、なぜ短めかって言いますと、1日に、えー、乗る路線、新しく新規乗車する路線が結構多かったんですね。で、あの、例の私がいつも使っているコンデジだと、メモリの容量、 以前にバッテリーが持たないということがありましたのであのいつものスタイルですと運転台の背後もしくは窓際にカメラずっと置いてで前面もしくは側面の展望をだらどりしてそこから短い路線だったらほぼ丸ごと長い路線だったらまあダイジェスト的にという 撮り方をしてますが今回も花から、えー、撮る量を少なめに1路線あたりの録画する量が少なめでございますですので、まあ、それゆえにちょっと、あのー、短めのコンパクトな出し物となっておりますで、えー、その分写真とか あと、ソーシャルストリームの皆さんとのお話する時間を長めに取りたいなと思っております。じゃあ、えー、参りましょう、えーと。越前鉄道の勝山永平寺線でございます。 口駅にてバスにお乗り換えと はい、えー、ご覧いただきました。ありがとうございます。短めだったでしょ、いつもより。なんかあっさりめに終わってるかなと思いつつも、編集は結構大変です。あの、どれも平均1分以内、あるいはまあ長くてもせいぜい1分から2分の大量の動画から必要なものだけ抜き出して、 まあ、切ったはったしてという作業でしたんで、編集する側は大変でした。<laughs> あの、結果できた動画は8分弱の短いものになりましたが、えいかがだったでしょうか。えっ、ー、と、ソーシャルストリームをまず、えー、振り返っておきますね。はい。ああ、金馬さん。 なぜか大阪と東京を結ぶ高速バスの車内放送 CM が永平寺のお土産どころだった <laughs>。なぜでしょうね。軽阪絡みでしょうか。軽福絡みでしょうか。はい。えー、洋介バリスタさん、カランクスさん、そうです。あのー、福井、福井じゃねえ。えっ、ー、と、米原と敦賀でのダッシュ。マイ原はまだ良かったです。まだそんなに、あのー、 まあまあこんなもんかただし先客がたくさんいましたので走った割には場所に恵まれず結局私途中どの辺もないんだろうほとんど立って敦賀まで行った記憶がありますで敦賀、えー、でのあのダッシュ あれ予想外でしたね。<laughs> あんなに走らされるとは思ってもみませんでした。で、えっ、ー、と、米原から敦賀までも521の2両でしたし、敦賀から金沢行くのがあれ、あれも2両だったかな。どっちにしても短かった。で、大半シート埋まってましたので、 まあ結局、座れましたけどね、敦賀からは。米、えー、原から来た電車、敦賀に執着するホーム、あれは敦賀までの直流化の際に作られたホームというか、切り欠きですね。えー、っと、ちょっと今回も。 iPad でちょっと使ってやってみようかと思いますがこれ沈黙になるんですよねあのホワイトボードに書くわけじゃないので 今回はこのペンをスタイラスですねあのこういった画面に書けるペンを買いましたさすがに指でやるとちょっと書きづらいなと思ったので 黙々と書いてる瞬間ねすいませんあのソーシャルストリーム今配信をご覧の皆さんちょっと置いてきぼりになっちゃいますがはいもうこんなもんでいいかなはいあの敦賀駅ですけどもえっ、ー、と到着したのが えー、この辺り、この辺りっ,つってわかるかな。しょ。えー、っと、この、この下の方ですね。前原からやってきた電車が下の方からやってくると。ここですね、ここへやってくるんですが、これ4両分しかありません。で、えー、っと、新快速。 昼間といいますか敦賀までやってきますが敦賀までやってくる編成っていうのは湖西線の近江岩津もしくは琵琶湖線の米原あるいは米原かなそこで4両に切り離されたその4両のかけらの部分だけが敦賀までやってきます故にこの長浜から北の駅 っていうのは4両分しか,あのかさげされておりませんでこのホームも4両とかもうちょっとそれより長いのかな行けるのかなあのそれぐらいの短い分しか行きませんで片や金沢行きかなり離れたところに泊まりますでおそらくこれはあの地下の連絡通路とか駅の本屋これがこっち寄りにあるからだと思われます ですので、あの金沢駅はこのもうちょっと北の方上の方に止まりますと、故にこの2つの列車の間にはかなりの距離が発生すると、車両何両分でしょうかね、はい、あのまさかこんなに走らされるとは思わなかったということで、あえてあの画像の中に入れさせていただきました。 ウサイン・ボルトに言わせたらなんてことないよって言われるんでしょうねっていやでしょうね <laughs> はいそして福井ですけれどもあのー、いつの間にか立体になっていたというのが正直な感想でございますこれですねなんだえらいすっきりしちゃってみたいな やっぱ雪国ですということもあるんでしょうあの、ちゃんと屋根付きでございます。で、福井駅、えー、と見たところ2面4線に見えますが、えーと、金沢方面のホームの南の方がこのように切り欠きになっておりまして、越美北線の列車がここで発着すると。 で、この、えー、積み北線のキハ120、見ての通りラッピング仕様でございまして、これ、何のキャラクターでしょうか。で、えー、っと、福井と大野ってね、この行き先といいますか、それが地名が書いてありますが、その先の九頭竜湖のことまでは <laughs> 書いてないのかという話もありますが。 まあこんな感じで福井駅随分変わっちゃったねという印象がありましたでもう一つ福井駅で今のところの特徴といえばこれですあの北陸新幹線のホームができるはずの効果ですね これ、えー、と在来線の部分だけで JR 福井駅っていう、あのー、駅の壁できちゃってるんですけどこれどうなるんでしょうかね北陸新幹線が開通した日にはこの壁取っ払うんでしょうかそれともこの壁は残したまんま北陸新幹線の駅は別囲いの形になるんでしょうかこれもちょっと注目したいところですが肝心の北陸新幹線が 福井にいつ来るのか今のところ、私の知る限り、わかんないというところで、その辺なんか、福井県議会、あるいは福井の多分、国会議員さんね、選出の、その辺、交えてのいろんなお話し合いが進んでるのかなと思われますが、じゃあ、どうなったのっていう話は、私の知る限り知りません。あの、もしご存知の方いらっしゃったら、フォローお願いいたします。 はい、そして、えー、越前鉄道です、ね、の駅、まあ、こんな感じで仮設駅舎でしょうねこれもで、えー、ダイヤが1時間に2本ずつあの勝山方面と三国湖方面交互に出る形になっているようでございまして あの各路線1時間2本ずつという割り当てになっているようでございます。はい、そして、っ、えー、と金スさんがおっしゃっていた車両番号の文字だけは阪神風の車両ですね。しかし、これ元は愛知環状鉄道で使われていた車両、それを譲り,譲り受けたもの。 いう形ですが、まあ、見た感じはもう全然、アイカン時代の、えー、面影っていうのは、少なくとも私は記憶にありません。はい。えー、プラレルさん、おねさん運転手ですかって、いや、これ違うんですね。<laughs> あのー、運転手さんは男性で、アテンダントさんが乗っていると。で、アテンダントさんは 要要所要所で、社内放送をされたりしますでこのあとソーシャルストリームは、じゃあこの社内放送の,あのテープのアナウンサー、一体誰のどこの声なのかという話で盛り上がっておりまして、えー、金橋さん、社内放送の声が長,長野電鉄のワンマンと同じだっていう声。 あと、洋介林田さん、この放送のお姉さんは、福北豊川線のお姉さんと一緒かな。島直さん、JR 九州熊本地区と同じレシップ、これは業者ですかね、プロダクションでしょうか。まあ、同じところの声使ってんじゃないのっていう話であったり、という、ちょっとその辺のえ話で盛り上がっていたようでございます。 そして、えっ、ー、と、福井口から、ぐっと右へカーブしまして、かつての越前本線、えー、勝山永平寺線に乗り入れまして、最初の駅が越前開発と書いて開発と。で、えー、ご覧いただきました通り、結構驚いていただいたと思うんですけど、ホーム狭いでしょ。 あれ結構勇気いると思うんですよ、あれ。あそこで、電車待つのっていうのは勇気いるかなと思ったんですが、よく考えたら、あそこ通過する列車って一本もない。<laughs> で、侵入する時もそれなりに速度を落としますので、で、なおかつお客さんの数ってそんな多くなかったはずなので、まあ、あれでいいのかなという、そんな感じでございます。はい、そして、えっ、ー、と、 声、あのアテンダントさんの声はあの動画の中に入れさせていただきましたが、姿は、まあ、ギリギリ、まああのー、ギリギリ、見切れで許していただけるかなぐらいの映し方にとどめさせていただきました。でえー、踏切警報音、ね、クラシカルの音をしておりますで。ディスプレイですね、あれは何なんでしょう。あの越前 鉄道にに持ってきたたつけたのか愛観時代からあれだったのあれを使ってたのかは分かりませんけど、まあ多分越、えー、前に持ってきた時につけたんでしょうねでそしてえー、っと永平寺口という駅に着くんですがこれ昔以前永平寺線があった頃は東古市という名前でございました はい、で永平寺線、あのー東古い、かつての東古市から、えーまあ、片分岐といいますか分岐しまして永平寺まで行っていた路線なんですが昔はあのー、その東古市から現在の和倉温泉あ違う、元全然違う、阿波羅温泉、金津あ,あそこまで伸びてたんですね。だから これがあの勝山までまっすぐ伸びる線だとしたらそこにえどうだろうこれクロスするような形でやってきて永平寺の方へ抜けていくというような形をとっていたようでありますでその現在の阿波ら温泉方面の方へ向かうホームが今でも残っているというところですね <laughs> なんかお姉さんに反応しているカランクスさんとプラレルさん会いに行く価値あるかもあのー、結構、あのー、越前鉄道アテンダントっていう言葉でググりますとかなり詳細にアテンダントさんのことを取り上げているページもありますこれここまでやって大丈夫かなと思えるようなページも中にはありますが、まあ、あのー 越前鉄道のねアテンダントさん本も出されたっていうことでまあそういう意味ではまあ取材してもらっても構わないというスタンスなのかまあそれちょっと分かんないですけども、えー、そういうページもありますのでまあ興味ありましたら、えー、探ってみてください。 でそうですねあの永平寺口のところ、あと終点の勝山のところで、バスの連絡時刻案内してました、あの永平寺方面に関しては、もう電車が着いたら即連携、で勝山に関してはやっぱバス、電車の時間に合わせてバスの出発のダイヤが組まれているということで、ちゃんとその辺の案内もされていたということですね。 えっと、各駅、えー、洋輔バリッサスさん、各駅停車と言いながら通過がある。うん、まあそうですね。最後のト駅は1時間に1本と。その辺がなぜそうなってるのかなっていうのは、歴史的な経緯なんでしょうかね。それともお客さんが全然少ないのか。ちょっと疑問の残る通過ではあります。 はいあとぶぶさん。ありがとうございます。こんばんはです。えー、カッカクしてるのはうちだけかな。いや、あの、他にもカッカクしてる方いらっしゃるようであります。えー、っと、少なくとも我が家の環境のせいではないと思いたいんですが、えー、もしなんかひどい、もう見るに足りないというようなことでしたら、ちょっと品数落として、 立ち上げ直すということもちょっと検討したいと思います。<laughs> クイズダイビーの回答者になれるアプリ。あ、そうですね。確かに。えー、っと、手書きできますよ。iPad、結構手書きのソフトたくさんございます。えー、っと、洋介バイセタさん、えー。列車そのものはワンマンしかしアテンダントがいる。うん そうなんですよねだから、あの運転士の方は運転当然やりますし、ドアの開け閉めやります。じゃあ、アテンダントさんは何のためにいるのかっていうと、もう、乗降の補助であったり、案内であったりで、たまに車内アナウンスをやる。そのワンマン化することで、えー、切り捨てたり、 ちょっと手すきになる部分をマンパワーウーマンパワーなんていうんでしょうその人力で補うヒューマン的なところを補うというそういう意味合いでそういう意味でもあの越前鉄道っていうのはある意味先駆者あの似たようなアテンダントっていう仕掛けっていうのは結構全国に広がっておりますので まあただ、あのやってるのが昼間だけ。大体、朝の10時から夕方の4時5時ぐらいまでっていう、まあ、そういった時間限定にはなるんですけどね、まあ通勤。朝夕の通勤通学で使う人たちっていうのはもう慣れてる人なので、そこまでのカバーレッジっていうのは必要ない。で、えー、とその時間が過ぎると、 交通弱者と呼ばれる方々、そったヒューマンタッチをやっぱたくさん必要とする方々向けのやっぱサービスになるのかなという、そんなところかなと思われます。はい、えー、キャン20人もついに末期食が <laughs>、はい、そうですね、たらこ、ね、の色がありましたね。 521系の色使い何か好き223225より <laughs> そうですねまたもう一回出しましょうか同時にさっきのキハ120と同時に見れるこの色ですねあの帯の色が横一線のブルーだけっていうことですっきりしてるのかなという感じもします これが、えー、221223225だと3色ぐらい帯に混じりますので、まあ、ちょっと見方によってはくどくなってしまうそんな気もいたしますああなるほどねえー、えー、コインさんええー、大野城築城、うん、周年のラッピング列車だからああそういうことか ああそうですよねあ。だったらその通りですね。やっぱ大野がいわゆる目的地ということではまさにその通りですね。えー、っと、北陸新幹線は東持ちになるか西持ちになるかえー、っとですね、確か上越から西は JR 西ですので長野から上越までは JR 東。 そこから先上越から金沢、福井方面は JR 西になるはずですそれまでは雨ざらしでしょうねそうですね <laughs> 京葉線や臨海線のように、うん、放置でしょうねでえー、っとこれ確か福井駅あのー、しばらくの間つまり北陸新幹線の延伸が決まるまでの間は この越前鉄道が仮に使うという話もあったように聞いていますがそれどうなってるんでしょうかなくなっちゃったんでしょうか <laughs>、あのー、福井口までの越、まあ、前開放つかそこまでの伏線区間の一部を、まあ、切りかかないとその北陸新幹線の降下でいうのを、まあ、基礎、えー、あれを作れなかったという。 まあことのようですけども、どうなるんでしょうかね。で、えー、と島直さんおっしゃる通りで、金沢辺りは盛んに工事してたっていうのは、あの金沢までの延伸は決まっておりますので、絶賛工事中でございます。で、金沢から先、白山運転所でしたっけね、まあ、要は車庫ができるので、金沢の西の方に、そこまでの 工事は今進行中でありま,すまあそう、カランクスはそうですね、本当に北陸新幹線必要なんですか、まあ、その話題やりだすと、昔確か、この配信でもやりましたよね、なんか、北陸新幹線どうなのよっていう話をやったような記憶があります。 えっと、すみのりさん、こんばんはです。よろしくお願いします。iPhone では問題なく、えー、見れてます。ということで、了解でございます。ああ大小,小屋鉄道に行くとき何度か通ってるんだけど、乗れずじまいだったというプラレラさん。<laughs> 金へキーマさん、えー、上越駅については駅名募集中、上越駅阻止のチャンス、んっていうことで、私、応募しました。<laughs> はい。えー、っと、黒帯さん、黒鉄の、 ごめんなはり線でも女性,女性アテンダントさんはいらっしゃったということでそう全国に広がってるんですよねこの携帯はあエーデンキララさんこんばんはですあー iPod Touch の方が安定しているただ遅れますよねあのー、確かそれ iOS 向けには一旦データを変換して 送り出しをしているはずなので結構タイムラグはあるかと思いますはいじゃあですね、えー、ひとまずソーシャルストリームの流れには追いつきましたのでもうちょっと補足の、えー、画像をご紹介したいと思いますはいえっ、ー、とこちらが勝山駅ですねあの動画の中にも 織り込みましたけども越前鉄道勝山駅利用者数100万人突破をそんなに来てたんだ乗ってたんだっていうのをちょっと改めて実感したこの横断幕なんですけどもこの勝山駅なんと登録有形文化財ね書いてありますね この建造物は貴重な国民的財産です文化財なんですねでこの文化財じゃあどんな駅舎なのかと言いますとちょっとあのー、前景ご覧いただけなくって残念ですがこんな感じはいで この勝山駅の中には、実は、ちょっとした博物館というか展示コーナーがございまして、えー、かつて、この多分、慶福時代の名残でしょうね、使っていた鉄道用品、器具、その類がずらりと。 待合室に並べられておりますこの上に乗っかってるのがあの切符ですよねそこから切符ベッド1枚抜き取ってあのダッチングマシンかけてというその切符が刺さってる棚なんて言うんでしょうね <laughs> はいであったりその下に見えるのは何でしょうえー、っと と行き先案内の看板みたいなのも見えるようでありますちょっと別アングル名盤ですねこれは結構車両マニアの方は食いつくんじゃないかなと思いますが それともう一つこれは割と最近のグッズといいますかアイテムですねノベルティの類でしょうかねでさらにこれヘルメットが置いてあるっていうのはすごいですよねでえー、っと左の方を見ていただくと東古市って書いてあるこれがあれですあの 現在の永平寺口駅のかつての名前いわゆる越前鉄道になる前永平寺線がなくなる前の駅の名前ということになるかと思いますはい、えー、やっぱ有形文化財というところでは反応がありますね iOS 向けにサーバーで一回変換してから配信されるので遅延がそうですね10秒単位で遅れる感じになるかと思いますでえー、っと先ほど動画の中でも駅前広場絶賛え整備中っていうふうに書きましたが これかかりますかね、えー、と駅前広場のこれ道路まだ舗装されてない状態なんですけどこれ多分雪国の人じゃないとこれ何なのかって分かんないと思うんですよ。 あの単に地面を土を鳴らして、その上にアスファルト敷くだけじゃなくって、その前に、えと、鉄筋の、多分鉄筋敷いて、その上になんか、うねうねと、何かを置いて、で、多分この上にアスファルトなのか、多分これで、 コンクリーでしょうね次にやるのははいえー電柱さん配筋中その配筋中の上に置いてあるのがプラレールさん黒帯さんそうですねおそらく正解です融雪装置あるいはヒートパイプですねそうなんですあの融雪装置っていうことでいうと水を流すっていう仕掛けが かつては主流温水か水もしくは温水それを流すっていう仕掛けが主流だったんですけど最近はこういうのがなんとヒートパイプ埋め込んじゃうといういわゆる地熱といいますかその路面の熱で雪溶かしちゃうという仕掛けになってるようですねあの建設中のものをこうやって見るっていうのはなかなか面白いなかなかない体験ですので ちょっといいものを見れたかななんて思って載せてみました。はい、そして、えー、っとその融雪パイプであろう埋設物が敷かれているその向こう、あの完全に、えー、っと工事現場内になってしまうので、そばまで寄れませんでしたが、こういう建物がありまして、 その中に今いらっしゃるのがこれですねあの鉄道ホビラスの名取編集長が書かれているブログですねその中でも取り上げられていましたのであのお読みになった方はご存知かと思います はいえー、と手前の方がいわゆる荷物電車でありましてその横に貨車が1個つながっておりますこれ最終的なあの停止位置っていうのはもうちょっと左の方にずらされるのかなと思いますがちょっとまだ工事中でございましたのでおそらく仮止めの位置なのかなという気もいたします えそんな感じで今勝山駅プチ鉄道博物館といいますか記念施設といいますかそういったものを今整備しているようでありますおそらくはこの雪の今年の雪のシーズンには間に合うように工事は終わるんじゃないかなと思います はいえー、ということで、えっ、ー、と以上が越前鉄道、越前鉄道の勝山永平寺線でございました。はい、えっ、ー、と、いかが、いかがだったでしょうかというか、あの淡々といつものように。 誕生日だからってこと関係なく配信を行っておりますえっ、ー、と出だし20名と好調だった割には現在は17名ということで地味に今日は配信進行してまいりますじゃあえっ、ー、と次えっ、ー、と福井県の鉄道はこれにて全て制覇済みということで意気揚々と 福井駅まままで戻ってまいりましたじゃあその先の話を次にご紹介したいと思いますえっ、ー、と次ですがあの石川県に入りますで石川県ですけどもあの私鉄って全く私手数かずだったんですねあの JR の路線は全部まっ、あ 乗車済みだったりしたんですけども私鉄に関しては全く手つかずでしたので、まあ、今回一気にそいつら片付けちゃおうかなということであのそういった福井石川富山3つ行けるところまで行っちゃえと決めた時点でも泊まりは確定どっかで1泊するということは決めておりました。 でえーまあ、そうと決めたらもう夕方までフルフル乗りつぶして使えるやということで次のターゲットにしましたのがこの路線でございますということで字幕をちょっと書き換えます。 はいえー、と北陸鉄道であります。えっ、ー、と、北鉄、略称北鉄という会社でありまして、昔は結構、石川県内、それなりに路線たくさんあったようなんですが、えーと、今残っておりますのが2路線だけですね。で、その2路線を一気に片付けるんですが、ちょっと難儀なことがありまして、この2つの路線、 直接つながっておりませんバラバラでございますえでも何、えー、とか効率よくと言いますか、まあ、片付けておきたいなと思いましたのである秘策を使わせていただきましたその辺も含めまして2路線一挙にご紹介いたします あロサンゼルス安さん、こんばんは、えー。ここから途中乗車ということで、よろしくお願いいたします。そう、えー、島直さん、路面電車、金沢市内の路面電車も持っておりました。で、えー、ちょっと先に、ちょっと話が先に飛んじゃいますけども、えー、そういった市内電車、それも、えー、金沢市内の路面電車もあったので、いわゆる鉄道線というのは離れた場所に、 位置していていも特に支障ある意味支障はなかったですがその金沢市内の路面電車も廃止されてしまいましたので鉄道路線としてはもうカキバラバラのところに2つ存在するとはい、えー、予告の起きてりが登場いたしますでは、えー、とこちら10分程度の動画になるかと思いますこちらをご覧くださいませ はい、えー、ありがとうございました、えー、といかがだったでしょうかじゃあソーシャルストリームの方例によって振り返っていきましょうはい金沢にも地下鉄はございますただあの乗った時点でもうすでに出口が見えてるというほんの数百メートルの、えー、程度の 地下鉄ではございますが地下にする必要あったのかなという素朴な疑問も少なからず私にはあるんですけどあの鉄道との連接を高めるっていう意味では北陸本線の高架下に潜らせてもよかったんじゃないのかななんていうことも思ったりするわけですがそこはあの金沢市の都市開発との兼ね合いで下に潜るようになっ のかなとであの浅野川線、まあ、昔は浅野川電鉄といって今でも地元の方は朝電というふうに呼ばれるらしいですけれどもあの内灘まで行くっていうことは日本海いわゆる海,の海側の方へ出るつまり北陸本線から言うと西左側西側に 向かって走る西へそれ,それてていうか海へ向かって走っていくでそのイメージから北鉄金沢駅って金沢駅の西側にあるのかなとばっかりろくに下調べもせずに行くんでこういうことになるんですけど最初間違ってあの西口の方出ちゃったんですねそうするとなんか タクシーだまりと仮設のバスターミナルはあるけど、鉄道駅らしいものがどっこにもないので、そこで慌てて、の iPhone の、iPhone 取り出して <laughs>、地図で見てみたら嘘、東側じゃん。ってんで、慌てて引き返していったと。まあ、幸いだったのは乗り継ぎのプランに結構余裕があったので、全然乗り遅れることなく、えー、行くことができまして。 それは全然、えー、っと、支障はなかったんですけども。で、そしてですねあ。まずはこれですね。あの、金沢駅のこれが西口になります。海側ですね。あの、もうこの時点で、あの、私が昔といいますか、学生時代ですので、もう20年以上前。 その時の金沢駅っていうのはもう全く <laughs> 影も形もありません今や、まあ、構造的にも、あのー、このように高架駅になっちゃいましたので何この金沢駅みたいな <laughs> そんな感じはありましたそれで慌てて東口の方へ取って返してこの東西自由通路 いいそそと東口の方へ出てみますと現れたのがこれですね。何このガラス張りっていう感じでしたけどあの雪国である北陸でこのガラス張りって何なのさって、まあ、一瞬最初は思ったんですけど。 あの雪国といいますかそういう場所だからこういう方がいいのかなと,、えー、とこれは空間としては密閉はされていなくて、えー、といわゆる吹きさらしではありますただこの屋根があるでそれによってあの雪が吹き込まないといいますかどっちゃり積もったりしないそういう空間があるっていうのはやっぱこれは どううなんでしょうやっぱありがたいものなのかなというふうにも思いますまあ今日、えー、今ご覧になってる方の中に金沢この駅を使われてる方あるいは金沢が実家っていう方がどれぐらいいらっしゃるかわからないんですがうん、まあ、まずはびっくりしますこのガラス屋根のこの大きさにで 私がやったのと同じようにこのガラスの大屋根っていうのはやっぱ被写体としては非常にそそられるものがあるらしく私が動画撮ってる隣で一眼レフでじいち抱えてあの天井狙っているお姉さんがいらっしゃいましたやっぱりこういった大きな大屋根こういった空間建造物っていうのはすごく被写体としては 取っ,ってみたくなるものなのかなっていうのはやっぱ皆さん思うところじゃないかなと,と思いますで、えー、プラレルさん金沢市内線は松本清張の映画「ゼロの焦点」これで見ることができるなるほどこれはある意味資料的価値ありっていうところですかねそして、えー、これが北陸、えー、金沢地下鉄 のえー、北鉄金沢駅ですね。で、えっ、ー、と、これは柱の影でちょっと見れない部分があるので、別アングルから、内灘駅電車の乗り場ということで、えっ、ー、と、こちらは1時間に2本です。まあ、30分間隔で走っております。で、そして、 カノクスさん、胃の頭ロサンゼルスヤスさんこんなところに走っていていいのかしらはい元井の頭線慶王の,の井の頭線の車両をここでは使っておりますその辺の名残が、えー、ただですね車内はじゃあ,、まあ外から見れば慶王の,のねあのこの車両なんですけど中入っちゃえば慶王の名残ってあんまり感じられない中 よくよく探すとあるんですねこれ KTRKO 帝トレイルウェイの略だと思いますけどこの辺がまあかろうじてあの KO 時代を忍ばせるアイテムなのかなあのつり革が例えば東急の車両だったら東急百貨店と丸急だったとかね <laughs> なんかそういう目に見えた分かりやすい 名残っていうのはこの車両にはないですけどまあよく探すとこういうアイテムが残ってたりするというで、えー、と運転台の背後がまあもうワンマン運転用にもう座席は完全に取っ払われておりまして運賃箱が置かれていると。 でえよく見るとこういう張り出しがしてあります。降りる方の邪魔にならないようえ順路での乗車はご遠慮願いますと。いや降りるやつは邪魔すんなと書いてあるわけですね。で降りる人はどう列を作るかというとこの絵の中で、まあ、運賃箱を頂点として、まあ、楕円形といいますか弧を描くようにして並んでいくと。 まあ案にこういうふうに並んでおりなさいと言ってるということですねはいえー、そして社内放送は関東バスでおなじみの岡本さんって <laughs> よく名前までピンポイントでさすがキンバさんよくご存知であります 熊田より立派だ <laughs> うんですねあの距離が短いっていうことも,も多少はあるかと思いますしでこの浅野川線っていうのはもうかなり純然たるかん、あのー、通勤路線と思っていいんじゃないかと思いますで途中まではもうほぼ金沢市の住宅街がずっと延々と 続いてるとで途中あの上下交換をした三ツ矢っていうところあたりからちょっと緑が増えてくるでも基本的には住宅街近郊区間それで終点の内灘まで行っちゃうという形なのでまあ昼間の本数というか基本は30分に1本のダイヤですけどもそれなりに硬い需要はあるのかなと。 という感じもいたしました。で、こちらが終点の内灘駅。で、もうバスプール、バス停がもうすぐ横付けされておりまして、まあ、電車の発着にほぼ、まあ、合わせるような感じでバスも発着すると。で、えー、ちょっと写真、今回はちょっと割愛しましたけども、この内灘駅の待合室には、 バスの発着を表す、ちょっと表示キーみたいなのがありまして、今でもやってんのかなあの、そういったバスの案内であるとか、あるいはもしかしたらバスの発着状況によっては電車の方にも案内をしたりするのかななんて、ちょっと思いながら見てましたけど。で、えっ、ー、と、プラレルさん、内灘からも先にちょっと伸びていたんですよね。そうなんです。はい。 伸びてておりましてかつてなんか米軍のなんかに訓練所かなんかに使われてたとかなんとかという話もあるようですがあの内灘からちょっと先にも伸びていた時期がありましたそしてぷくぷくたんさん小総理ということで、えー、小総理よろしくお願いいたしますはいそして同じ北 線路を同じ電車で折り返してまいりまして。今度は金沢駅の。まあ西口へ行くわけですね。今度はあの迷うことなく西口へ行くとで。こっちの図先に出した方がいいかな？えっとユーストの配信画面で皆様読み取っていただけるかどうか。 ちょっと若干の不安はありますが、えっと、金沢駅、北鉄金沢駅と、えっと、もう一つの石川線に乗るには、というよりも、石川線の始発駅である野町駅へ行くには、バスで行くしかないわけですね、現状。鉄道だけしか使わないという縛りを持っていらっしゃる方でしたら、 JR で一駅西金沢まで行ってそこで新西金沢というちょっとあのちょっとくどい駅名の駅から野町まで行って折り返しみたいなルートを取られるのかなと思いますがえっ、ー、と私はあのその辺そこまでのきつい縛りというのは、えー、しておりませんので できることなら始発の野町から乗りたかったのでっていうこととあの北鉄のホームページ見てみますとこの金沢駅と野町駅の間にこの2つの路線浅野川線と,、えー、と石川線これを連接するシャトルバスみたいなのを走らせてますよみたいなことを歌ってるわけですね あそうそれだったらそれ使ってみようじゃないのっていうのが今回このバスを使った理由でありますでこの地図見ていただいてまず一つ思うのがなぜバスは西口からなんですか東口からじゃないのはなぜっていうのが一番一つ目の疑問です えと北鉄金沢駅浅野川線の金沢駅っていうのは先ほどもご紹介した通り東口側にありますで東口にも当然バスターミナルはございますだったらそこから野町駅行きのバス出したらいいんじゃないのって思うんですけどもそこをあえて西口まで回り道さしてるのは多分 バスターミナルのキャパシティの問題じゃないかなと思うんですがその辺バスに詳しい金バスさんはじめえあるいは地元な皆様いかがでございましょうかでえっと案内された西口の4番乗り場バス乗り場へ行けと言われましたので 野町駅に直で行きたければ、西口から4番、西口の4番乗り場からバスに乗れと言われましたんで、行ってみましたら、何この仮設 <laughs> 駅舎みたいな。これはなかなか、あの、バスターミナル自体が、まだ、絶賛、改造中ゆえ、 仮説でしたのでまあ致し方ないんですけど他にお客さんもほとんどいませんでしたしまあまず野間、ま、結局このバス先ほどの,あの図でも分かるとおり金沢の繁華街武蔵ヶ丘とか高林坊とか、えー、この辺ちゃんと通りますのでまあ使う人はゼロではないんですけど 野町駅まで行くのにこのバス使う人ってどんだけいるんだろうとか。で、もっと根本的なところを言いますと、疑問を言いますと、浅野川線と石川線をこのシャトルバス使ってまで乗り通す人っているんですかっていう根本的な疑問。疑問というよりもちょっと否定に近い疑惑が私の中には えー、湧いたわけでありますあの要は金沢駅にしても野町駅にしても金沢の中心街繁華街とは若干はというか離れておりますでバスの路線もほぼ全て武蔵ヶ丘南町かなそれと氷堡っていったあたりを経由するようにほぼ 引かれておりますなので、えー、っとこの金沢と金沢駅と野町駅を結ぶバスシャトルバスだとは言ってるけども実際は、えー、石川線のお客さんを後輪坊とかそっち方面、まあ、市内の、まあ、中心街ですね繁華街へ まあちょっとでも楽に引っ張ろうという意図の方が実はメインなんじゃないかとちょっと邪水をしたりしてしまいます金沢駅まで持っていくのはあくまでついでみたいな <laughs> まあでもどうせやるんだったらあの両路線のシャトルバスと名乗ってみたらお客さんどんだけ集まるかな使われるかなといった あーそんな要素が強いのかなとでなぜそれを言うかと言いますとちょっと飛びますが先に野町駅こんな感じであのバスターミナルと鉄道が連接しているなかなか良さげな駅に思えるんですけどはい えと鉄道の野町駅もちろんこの鉄道の野町駅始発終着のバスもありますが対外のバスはこの表通りの側にある野町というバス停に発着しますわざわざ野町駅までは来ませんなのであのわざわざ西口から野町駅 雪のバス乗らなくても、東口から、この野町、このバス停を経由するバスに乗って、バス停から、そうですね、歩くと3、4分かな、5分もあれば行けるでしょう。信号待ちで引っかからなければ、5分から、どう見ても10分あれば行きます。 だから野町駅直結のバスがもしつながり悪かったら表通り国道まで歩いて <laughs> 野町バス停からバス乗ってねということを言ってるそれぐらいんでしょうねバスと電車の連接っていうのは実はそんなに <laughs> 重きを置いてないバスはバスで あの高輪坊をはじめとする繁華街へ直結することを考えてますし、まあ、考えてますしというの、まあ、考えてるんでしょうはいえー、っともう少しソーシャルストリームはいそうです北鉄バスでございます 本数は1時間に2本1本か2本あればいい方でしたねなので実際のところは本数だけのことを考えると東口から野町バス停まで行けば全然問題はなかったということになりますはいえー、っと石川線の昼間は40分に1本ですかねこれ 30分ではなくて40分に1本ぐらいというそんな感じですねでその終わりにはですねあの野町駅の,あの出刷窓口の前にはデジタルサイネージの, <laughs> あの縦長のディスプレイが置かれたりしてなんかそこだけちょっとなんかそぐわないと言いますかそこだけなんか浮いた感じが <laughs> したのも確かでございました ははいではソーシャルストリームへ戻りまして、えー、はい東急ですね、かく屈さん東急の7000系を使っておりますがあの前面があのいわゆるもともとの7000系の正面の形と中間車を先頭車改造したものがあるのでこのバサッと、えー、切られたデザインと2種類あるようであります。でえー 動画の中にも書いてますが浅野川線あちらは 1500V でありますでこれ本当か嘘かどうか分かんないんですがウィキ情報ですけどもあの京王の車両を入れるタイミングで 600V から 1500V に昇圧したという話が載っていました載ってたような記憶があります かたや、石川線の場合は600ボルトのままで、車両の方を、まあ、東急1500ボルトでしたよね。で、あれを600ボルトに、まあ、落として使うという形になってます。で、バス横浦、ついておりますが、これがなかなか効きが悪くてですね、あの、扇風機もフル稼働させても30度を超えるという感じでありました。 冷房ほぼ効いてないという、うん、おっしゃる通りですで違和感のある雪かきスカート <laughs> そうですねまあまああのそういう土地ですのでまあ致し方ないかなというでえー、っと鉄道オンリーで乗り継ごうと思ったら JR の西金沢駅とほぼ蓮向かいにある北鉄 の新西金沢駅これ駅名本当になんとかならなかったんですかね北鉄西金沢とかでもよかったような気がするんですが新西金沢という名前で今も絶賛営業中でございますはいそして石川線にはアテンダントさんが乗務されていますでこちらは朝多分10時から夕方4時前後まで 越前鉄道よりは若干時間短めでありますそして、えー、特徴的だったのがそうあのー、地声なんですよマイク通さずにあのー、アナウンスとかお声がけをされていたっていうのが印象的でしたでその反面あの石川線の電車も2両ありますあのー、声は えすみのりさんとかおっしゃるように結構、まあ、き綺麗な声されてるんですがちょっと声量というところではもっと声張らないと車内通らない声かなとも思いましたじゃあ無理せずにマイク使えばいいのになと思ったのもえ事実でございます金松さんなんか思い出があるようですね えー、以前乗った時は可愛い人だと,だと思ったが左手のうんぬんと残念でしたねはいえっ、ー、とアナウンスをですね独特のなんか伏回しといいますかええー、まあちょっとエチテツよりは地域密着的な感じにまあ聞こえる、えー、そんな感じですねはい 石川総選そう昔はそういう言い方をしてましたえーとどこまでいったっけなんだかんだ言ってる間にソーシャルストリームがあここですねはいえーと電柱さんお気をつけてっていうのがいいですねそうなんですあのお兄ちゃんなんとかねとかいう声もちょっとあの入れさせていただきましたがそういったちょっとあの折り 乗り降りする時のコミュニケーションっていうのを積極的に取ろうとされていたのが印象に残ってましたでやっぱりそのなじみのお客さんもやっぱいらっしゃるわけでそういった方とは手を振って <laughs> 挨拶したりとかいう,う形もされていたようであります黒帯さん耳のごちそうということで、えー、<laughs> はいああなるほどね 騒音、えー、の中で分かりやすく発音しようとすると七五町のバスがある町、うん、ですね、そういったで、えっ、ー、と、越鉄がどうか分かりませんけどもしかしたら北鉄のアテンダントさん、バスのガイドさんやってた方なのかななんて邪水したりするんですが、でも、えっ、ー、と、ついていた名札とか見ますとなんとか雇用なんちゃらとかいう。 文字が入ってたので、で社員さんではないと思われます。それなりに訓練は受けてらっしゃると思いますが訓練トレーニングは受けてると思いますけどはいえー、<laughs> この <laughs> 金沢地下鉄を高林坊、片町を経て野町まで延伸すればっていう、うん、妄想したくなりますよね。 せっかく中心街まで入れれば何とかなるんじゃないのかなと思ったりもします、えー、エーデン・キララさん、エーザン電車は比較的、えー、車両比較的新しいのに揃えられている分だけ恵まれていると思います。で、うん、やっぱその、新しいものを入れて、リフレッシュしてっていうことは、それだけ回収できる見込みがある。 で、それなりの需要もあるニーズ、需要、ニーズもある。っていう見込みがあるからこそ、そういったリフレッシュ、新規の投資をしていく、そういう余地があるのかと思いますが、北鉄に関しては、どうなんでしょうね、ちょっと厳しいんじゃないのかなと思います。特に石川線に関しては、 もうちょっと気合入れていいんじゃないかな、まあ、アテンダントさん入れてるっていうところではそういったんでしょうハイタッチなところを作っていこうという、まあ、気構えはすごく評価するんですけど浅野川線はその辺がねちょっとドライなようにも感じますし石川線はちょっと車両の古さ ちょっとこれはどうにかならんのかなというはいイメチェン来たーって <laughs> はい LRT として復活の話もあるねああそうですかあの金沢市内ねあの動画の中で見ていただいてで私も学生の時にサークルの つながりで金沢市2回ほど行きましたけどこんなにちゃんと街って見てなかったなと「あ高林坊っていう繁華街あるの知ってる「野町」そういえばあの辺行ったかな「雑賀」はあったよねとか本当に切れっ端の記憶しかなかったんですけど今回改めてこの金沢駅から野町までバスに乗るっていうことで金沢市内あ今こんななってんだすごい高い あのオフィスビルも建ってるし武蔵川丘から高林坊にかけてのすごい整備されてたりあ金沢ってこんなに大きな町なんだっていうのを改めて実感した、えー、移動でありましたはあ,あ,あ DK カーチさん全域上校する人にとってはアテンダントのお姉さんがいると恥ずかしい思いをするうん <laughs> なるほど あかもしれませんねあ恥ずかしいということもあるでしょうし罰が悪い何回も顔合わせてっていうのもあるかもしれませんね <laughs> 全駅上行する人にはそれぐらいの思いを乗,乗り越えてもらわないとって <laughs> ねえ あの私はそういうい全域上皇という気合いの入った趣味は持っておりませんので、えー、ただあの越前鉄道で往復同じアテンダントさんだったんですよね <laughs>、うん、それは確かにちょっと罰が悪いというかまあそんな感じは、まあ、ちょっとあの d k カー t さんがおっしゃることはちょっと分かるような気もいたします <laughs> カランクさん、なんかどこも同じような駅ばっかり <laughs>、あの、ま、そうですね、どうしてもやることが似通ってくる、それは JR 西日本だからそうなるのか、あるいは日本人だからそうなのか、それはなんとも言いようがないですけど、ぷくぷく炭酸、金沢駅で派すぎる、大屋根いいよね。 で大屋根も驚いたんですけどその先にあるあの木組みの門そっちに私注目しちゃいました何このシュレー門みたいな <laughs> これ多分金沢に由来があるあるものをモチーフにしてるんだと思いますけどいやここまでやるかっていうのはちょっと思いましたえー、そうですねマックンさん 北陸新幹線開業に伴う駅ビルで、えー、っとね、ビルは西口の方がむしろありまして、東口は新幹線の多分駅があって、そのすぐ隣も大屋根なんですよ。だから、なんでしょう。東口はビルあるのかなあの、ちょっとそこまで。 金沢の駅周辺をじっくり探索する時間が残念ながらなかったのであれですけども確かにあの大屋根はすごかったな <laughs> え、なるほどねあ最初に私これから全域上行しますのでよろしくて面倒しをしておく手はありますね違うアテンダントさんが乗ってきた時はね その都度ご挨拶することになるんでしょうかえ、A、電気、ああ、そうですね。あの、強敵チックではありますね。えー、ビッグシャモジとは違うな <laughs> うん。ビッグシャモジね。熊本はそんな雪も降らないし、大屋根、ね、 使わなきゃいけないほどのそういう悪天候ってあるのかどうかわかりませんけどまあ確かにスケールが違うっちゃ違いますえー、っとうんですよねローカル施設だと同じ人に遭遇するという意味で恥ずかしい、うんだと思います マンンさん、炎天下でビニールハウスにみたいにならなきゃいいけど、うん、そこですねあの金沢北陸って冬は雪がどっちゃり降るんですが夏はそれなりに暑いです <laughs> 天気予報まめにご覧になっている方は分かると思いますけどそれなりに暑いですなのであの大屋根まああのー、なんだろうドラによっては温室ですから、まあ、さぞかし暑いんじゃないかなと という気もしますがあれ密閉じゃないっていうのはまあ多分その辺も理由じゃないかつまりあの人が人の背丈がまあ多分地上から2 3メートルぐらいのところまではあのー、吹き通しになってます吹きさらしになってますんであれを完全密閉にしてしまうとあの空調台が多分とんでもないことになると思われます <laughs> はい。 金馬さんは金沢駅前の噴水が本人的には気に入っていると。エーデン・キララさんは北鉄バスは、えー、湯浴温泉って言うんですかね。行くときに乗りました。で、そうですね。北鉄もチャリンコの持ち込みはできるようであります。はい。KTR、えー、北近畿丹後レールウェイ。あ、そっちもありましたね。で、かぶりつきはそうですね。えー と無理だと思った方がいいです。特に石川線あれはまず不可能です。まあ、やってやれないことはないですけども、走行中にかぶりつくことはできても、えー、アテンダントさん乗務されているときはあのー、その位置に立たれますから、ま,あ、まずは不可能だなと。 そ見通し悪いんでご覧になられて分かったと思いますがはいローカルルールはよそ者には難しい件 <laughs> あのまあ一列に並べと降りるときは一人ずつ清算するなり定期見せるなりして降りろということじゃないかなと思いますえ関東バス <laughs> 金バスさんありがとうございますえ北陸鉄道車内鉄道の声 興味ある方はぜひ、えー、聞いてみてください。えー、バスロケシステムは都営地下鉄の船ブレーキ方式。なるほど。そして、えー、ご挨拶をくれました25分前、えー、サイクンさん、玉名から帰還ということで、えー、お疲れ様でした、えー。打ち上げなさってたんですよね。えー、よろしくお願いいたします。 あでもやっぱ金沢駅のコンコースに関しては結構熊本クラスなのかだから羨望の声が上がっているようでしてさっきの大屋ガラス張りの大屋根しかり熊本駅も高架化すればこんな広い感じのこんな感じの広い方コンコースできたらいいなぁとどうなるんでしょうか広いコンコース以上に水戸岡さん のことですからいろいろ遊び倒すと思われます <laughs> エーデン・キラーナさん強定期も完全効果ができなかったもんでしょうかうんーですねーうーんまあ今となってはどうなんでしょうもっと早い時期に決断していればできたと思います今となっては多分無理でしょう どちらかというと、在来線ホームの上に人工地盤を作ってしまう方が可能性あるような気がします。はい。えー、d k カーツさん、金沢城はまだ行けてませんと。兼六園はタイムアウト、あ、営業時間外だったんですかね。行けなかったということで。えっと、私は金沢城は学生の時に行きました。というより、金沢大学でしたので、 20何年前の金沢大学ってキャンパスが城の中にあったんですよね。一部。なので、まあ、自動的に金沢城にも行ったということに <laughs> なるわけですけど。兼六園は確か社員旅行で行ったかな <laughs> 行った記憶があります。えー、金橋さんは行きは東口で帰りは西口着。カランクスさん、うん、ですねなぜか西口から東側に回るバスターミナルと。 <laughs> プレハブバスってやっつけ仕事っていうあの仮設のバス乗り場ですね野町ってやっぱ町外れなのになぜそこまでの鉄道線が残ってるんだろうかとあのそこはある意味私も疑問ですえっと極端な言い方すると新西金沢で線路ぶった切っても多分 それで文句言う人ってそんなに多くないんじゃないかなと邪推したりもいたします。なぜならば、えー、っと、金沢まで行くんだったら、西金沢で乗り換えますから、野町まで行きませんからね、その石川線の,その剣の方からやってきた人で、金沢駅まで行きたい人、多分、 西金沢で乗り換えて JR で行くんじゃないかなとでお客さんの動き見てもそういう動きの方が多かったような気がいたしますそして22分前にトレームさんがご帰宅ということで、えー、ご覧いただけているでしょうかよろしくお願いいたします <laughs> d k カ a t さんからは金沢駅発着のバス乗り場案内ありがとうございますえこれから金沢方面行かれる方はぜひご参考になさってください <laughs> 中途半端さ加減にかけては熊本も負けてないぞって <laughs> まあそうですねまああの先ほどプラレルさんが書かれてましたけどあの野町から一駅市内に向けて <laughs> あ線路が伸びてたということであのもしかしたらそこがのどうなんでしょう残ってればちょっとはましになったのかなあのちょこの配信終わってからちょっと調べてみようかと思いますはいえっ、ー、と「おかえりリプ」は今ねソーシャルストリームで続いております 中間車の戦闘改造は今日では JR 西が有名、マックンさんですね <laughs>。あれはもう、ある意味、まあ、名物、迷い物という感じがいたしますが。お、エーデン・ギララさん見えません大丈夫ですかねえっと、今のところこちらは、 26名視聴ということで特にこちら側からすみません異常なく遅れておるんですがすみません失礼いたしましたねオペラ歌手バリに声を張り上げるとなるとそれはそれでまた近くの席の方がうるせえという。 <laughs> 話にもなっちゃうので、これはもう、これはもうマイク使われた方がいいかなと私個人は思ったりいたします。うん、えー、っと、マックンさん、アテンダントのいる地方鉄道に乗ったことはないですが、JR 九州より味はあるかも。あのそれぞれの地方の特色っていうのは出ると思います。そしてえー 隅之の根さん、離れた路線は連携が難しそうイベントとかということで、ちょっとさっき、越前鉄道の1日フリー切符、ご覧いただくの、忘れたんですが、ちょっと、ちょっと話ずれますが、これが越前鉄道、越鉄の1日フリー切符。あ,あ、もう値段映ってますけどね、800円です。 でこの800円でなんと全線乗れるんですちなみに勝山永平寺線、えー、福井から勝山まで片道乗ると確か750円とかしてしまうのであのー、往復するだけでも,もう完全に元取れますこの800円で めちゃめちゃ大サービス出血大サービスですこの切符ただし乗れる期間が残土日祝年末年始だけ平日は使いませんとまあ近江鉄道もね同じような切符出してます出血大サービスの SS 切符っていうのを出してますけどそれとまあ似たような位置づけなのかなと はいえー、ちょっと話ずれました。あのー、先ほどご紹介するのを忘れましたので、今このタイミングで、越前鉄道にはこういうフリー切符があります。そして、えー、北陸鉄道、金ピカのフリー乗車券、大人1000円。でこれは兼六園の松ですね。 まあ金ぴかに見えるだけで、まあ、金箔が一部使われてるのかな。で、裏面を向けますと、とえっ、ー、と、こちらは、これは特に、えー日,えー、日の指定、 曜日指定は特にないようですけどもこれ鉄道線全線ということはつまり浅野川線と石川線1日乗り放題なんですがもうここまで散々言ってますとおり両方の路線 <laughs> 1>, あの1日で乗ろうとするとこの2つの路線をどうまたぐか乗り継ぐかっていうところで苦心することにはなってしまいますあ、えー、金橋さんから、えー、アテンダントさんに関しての補足情報を頂い,いております白山市のふるさと雇用再生特別交付金事業あそうですねありがとうございます えっと DK 勝さん石川線の町駅があのロケーションなのは建設当初は用地買収という面で中心部のリレ入れが困難だったとなるほどありがとうございますはいプラレードさんは武蔵田の割烹料理店にフォローされたと <laughs> おめでとうございます 住之りさんは今年の冬に行かれたということで金沢のお屋根体験済みびっくりされたということですねアテンダントさんのぼやきシリーズネタですね <laughs> この間鈴鹿行った時の伊勢鉄道には少々困惑した <laughs> どの辺困惑されたんでしょうかこの後書いてあるのかな プラレレルさん、お気をつけて、またこいつかよ。<laughs> お、ぷくぷくたんさん、新しい在来線の熊本駅舎、あ、安藤忠夫さんなんですね。水戸岡さんじゃないんだ。えー、師匠さん、えー、正月に金沢に寄った際は武家屋敷を集中して回った、王道ですね。金沢観光の王道の一つ、武家屋敷。あの、水曜どうでしょうの、 あの人たちも行った武器屋敷。それを置いときまして、あの、そうです、ぷくぷくたんさん、現在はもう移転してしまってありませんけど、当時はまだキャンパスがお城の中にありました。金沢、えー、金沢大学。えっ、ー、と、彼ら、金沢大学の学生さん、それと石川県、地元の方では近代と呼んでおりました。 あの私のような関西出身の者のからすると近代といえば近畿大学なんですけどあちらの方北陸方面の方からすると近代イコール金沢大学ということだったようでありますはいマックンさんから、えー、ネタいただきました今日も前線下車のお宅さんが乗ってきたよって知ってるのかとアテナダントさんは <laughs> ああの人ワイミさんかな <laughs> ケイシマさんかなとかね。M カイヤさんとかだなん。<laughs> そういった鉄道著名人の方の顔は知ってるんでしょうかと <laughs>。ちょっとツコみたくなるネタでしたが。ありがとうございます。えっ、ー、と、野町から一駅分は G マップ、えー、Google マップなどの航空写真見てみると線路跡がはっきり見えます。ありがとうございます。ぜひ調べてみます。カランクスさん。またか、物好き多いな。 マックさんもう一つ私は山田邦子さんのエレベーターガールをやりませんキリッ <laughs>、えー、サービスしすぎない一前鉄道 <laughs> まあ本まで出しちゃいましたからね、まあ、そういう意味では先駆者っていうところで、ね、そういった本も出されたっていうのもありますねえっ、ー、と一日券年中こいのぼりですかどうでしょう多分そんな気がします これですね越前鉄道のこいのぼり多分そうでしょうあそうだえー、っとこの越前鉄道の一日乗車券ですけど、えー、基本は土日祝年末年始は使えるんですが年に一日だけ使えない日がありますそれが8月11日三国花火大会 この日には使えませんと <laughs>。やっぱそれだけお客さんがたくさん乗る日ということなんでしょうね。その日だけは使えないと。はい。えー、っと d k カーチさん。えー、福井県内の乗,の乗りつぶしは福鉄と一鉄の両方乗れる方を使いました。ですよね。うん。あの両方乗ってないということでしたら私もそれ使おうと思います。 えー、北鉄のフリーキップ金メッキですかどうなんでしょうねちょっともう一回アップにしてみましょうか多分金が使われてるとし,としたらこの松のこの部分だけだと思います、まあ、金沢金箔金で有名なそういう産業で有名なところですので 伝統高原でね、有名なとこなので、その辺をやっぱアピールする意味でのフリー乗車券なのかなと思います。マックさん、ネタ来ますね。出会いの仕事、出会いのある仕事と思ったけど、会話するのは高齢者と、あちょっと読みづらい。<laughs> これ読みづらいネタですね。はい。まあまあまあ、現実はそうですわ。ただ、 鉄オタと会話が成り立つ、あるいはする機会があるのかなする人がいるのかなエチテツの場合ですと、アテンダントさんをフィーチャーした、個人的に、えー、フィーチャーした <laughs> ページがあるようですが。はい。そうですね。近代近代。えー、明大と明大そうですね。 えー、あ、なるほどね。の、え、り、ー、さん、えー。伊勢鉄道の河原田で困惑よ。四日市で素直に乗り換えたらよかったという、あ、なるほど。そういう話ですね。で、フリー切符に関しては、稼げるときにがっぽり稼ぎましょうというスタンスですね。という黒帯さん。うん。そんな感じですね。あのー、人が、あんまり、 いろんな考え方があって、人があんま乗らない時期に、せめて乗車人数は増やしたいから、フリーキップ出すっていう場合もありますしいわゆる人寄せのために、あるいはその週末限定にすることで、明らかにこれはよそからのお客さんを積極的に取りに行ってるという。 場合もあるでしょうし、まあ、いろんな各社の思惑が感じられる、えー、少なくとも今回ご紹介した、えー、越前鉄道と北陸鉄道に関しては、えー、明らかに普通乗車券で乗るよりは格段に安くつきます。 あの我々乗る側からすると非常にお得度が高い切符でございますでも、えー、会社の思想によってはそこまで割引はしないつまり単純往復するよりはちょっとお高いくらいのフリー切符もあったりしますのでそこはもう本当に思惑次第なのかな で、えー、来週再来週でご紹介していきますけど他の会社にもフリーキップございますで、えー、今日ご紹介した2社とは違う意味合いのフリーキップを設定している会社もあります d k k ー t s さんからは2006年に北鉄乗りつぶしで使った1日乗車券ということで えー、リンクをいただいていますが、ああ、そっか。全額スペース、挟まってますから、出ないんだ。ああ、なるほど。お値段は一緒ですね。1000円ですね。ただ、その、見てくれっていうのは全然本当に違いますね。 はいありがとうございますえー、っと九州新幹線すいません、えー、九州新幹線800系増備車も金沢金崎インパクト使ってるああの車両ですねあの結婚式場あるいはお仏壇と言われているあの壁ですねあれちょっと次回九州行った時はぜひ 体験しててみたいと思っておりますあの気に入るか気に入らないかはまあ別として体験はしてみたいと思ってます。キンバス長田の2日間フリーは長野湯田中往復と同じ額帰りにでもオブセで一旦降りれば元が取れるかなと。ですね、本当にそういう各社の思惑だから単純往復するだけだったらそんなに得はしないけど途中下車 するっていうことを考えれば得になる逆に言えばその途中下車ユースのある方には使いでのあるフリー乗車券というジャンルもあるじゃあこの2つの会社のフリー乗車券は鉄オタ満世で作られてるかというとそれはちょっと分かんないんですけどとにかく乗っていただきたい 気軽に乗ってほしいという意図が特にこちら、越チ鉄さんの方にはあるのかな。で、この発想はどちらかという、あの私の知ってるあれでいうと、近江鉄道の SS キップと似てるなという感じがいたしました。ですね。あの使い方を工夫しないともったいない件がいろいろあると。そうですね、週刊部さんはその通りです。 だからフリーキップでっつって買って単純折り返しでは元取れためっちゃ得したっていう場合もあれば単純往復だけしたらなんだそんな買わんねえじゃんっていう場合もありますのでそこはもうお値段と自分の使い方フリーキップだから全てお得だとは限らない自分の使い方、えー、乗り方ですねそことご相談の上あのー ご利用されるののがいいいかなと思いますあのそういった意味では私もこの1泊2日の旅で勉強になったことはありますはいあ師匠さん地方で施設は正規運賃で乗車するかそれは素晴らしいと思いますあの心意気としても素晴らしいことだと思いますできることなら私もそうしたいです ちょっと現実問題というのがありましたのでフリーキップ存分に使わせていただきましたはいじゃあちょっとあの北鉄北陸鉄道の終点鶴剣駅に関して若干画像がありますのでちょっとそこを足しておきたいと思いますはいえっ、ー、と剣駅の駅舎でございます 門構えの上のところに車掌が、車掌つってもコンダクターではなくて、会社の紋章ですね。それが入ってるのがわかりますでしょうか。で、この剣駅の中にも、ちょっとしたギャラリースペースというのがありまして、例えば、こういった写真であるとか、あのー、 えと写真の中には、かつての、例えば、野々市駅。えー、と野々市駅って今はもう、ほんの、えー、ありきたりな中間駅ですけども、かつてはこっから視線が伸びてたんですね。だから分岐駅なので、それなりの規模があったはずなんですけど、今はもう、 結構周りに住宅とか建て込んでしまいましてなかなかその名残ってのを追っかけることができないとで昔の写真野々市駅ってこんな感じでしたよとかで最近の例でいうと廃線になった加賀市宮駅ってこんなんでしたとかいう写真が何点かこのスペースに飾ってありましたそれからもう一つこれですね えと特に下の段見ていただくと急行とかね加賀一宮これ新寺井かなあのやっぱりあの基本的にこうやって北陸の鉄道で多いのは国鉄今の JR と接続する駅っていうのは「新」をつける場合が多かったと。 でこれが福井県に行きますとその芯の付く位置が逆になってお尻につける竹伏芯とか福井芯とかなんかそういう言い方に言いましに変わるっていうのはありましたけど芯をつけるっていうのは基本だったで石川県の場合は先ほどの「新西金沢」っていうのもありましたしなんかそれがそういったなんか違いがあって面白いなというのを感じたりあと 真ん中の段の40っていうのはこれは制限の速度制限の標識でしょうかねあとタブレットがあったりあのエ鉄の,の勝山駅のスペースよりはがぜん小さい3分の1ぐらいかな小さいんですけどそれなりに見る人が見ればおこれすげえじゃんって思うようなアイテムが やっぱり置かれてありましたそして改札といいますか切符売り場の窓口の脇にはこんなものがもういないかな第三工作室さんえー、っとトミーテックですねこれ 7000系だと思いますが、そのセットが置かれていたりする。確か千え、ちょっとこの絵では見づらいですけど、1800円だったと思います。で、その横の、これビデオですかね。ビデオテープ。まさかね、今時っていう。 はい、えー、鉄コレとビートレですね。そうです、そうです。はい、こんなものが置かれていたりしておりました。エナゲージとビートレ。そうですね。はい。ね、この駅舎いいですね。ということで、ぷくぷくたンさん。 首都圏は東京フリー、関西はする間を使い倒す。でトネームさん、えー、そうですね、ついさっきまで遠征行かれてましたよね。富山地鉄に行きましたが、いかんせん撮り鉄目的フリーキップの異常な高さで速攻で諦めたと <laughs> なるほど。あっ、墨典さん、そうなんですね、つい最近まで鉄旅していてフリーキップという考え方はなかったですね。 なるほど。ということは私の考え方はある意味邪道なんでしょうかやっぱりそこはきちんと正規の切符を買って乗るというのが王道なんでしょうか、まあ、それはさておき手書きの行き先案内が、えー、行き先表示が素晴らしいと急行かが一宮とはい。 かつては優等種別があったようで最近まで準急があったそのようですねなんかその準急の設定の仕方もちょっと一癖ある設定をしていたようでありますえーとちなみに私の声は元からこんな声でありますええー、それとお <laughs> ボットさんが来ましたね オブセボットっていうのがあるんだえー、プラレルさん名鉄方式かーと、えー、関西九州ではさすがに最近はなくなりましたが国鉄駅に近いくせに乗り換えを全然想像できない地元地名をつけている <laughs> うんいろんなその辺の思想があって面白いですよね駅名一つ取り上げても はいすいませんえっ、ー、と今 A は N ゲージと B トレで止まってしまっておりますが <laughs> B トレの作成見本が「えー、北陸鉄道」とこのピンクのパッケージの上に飾ってあるとえー、っと 富山地鉄の場合、普通運賃も結構高いので、撮影地を選ぶときに運賃表を見て選ぶ。<laughs> すごいな。これはすごいですね。あ、なるほどね。えー、こども地球サミットでも、の広報番組でも、オブセのネタ、いいんですよね。オブセでいいんですよね。読み仮名。のネタをやっていたので、ボットが時々来てましたと。<laughs> あとは、練馬とか、反応とか。 特定の地名を出すと反応される方が、ボットがいらっしゃいますね。はい。じゃあ、えっ、ー、と北鉄、北陸鉄道に関しては、あとあるのはこれぐらいかな。新西金沢駅から西金沢駅を望むの図。えっ、ー、と、これが、あの、剣から帰ってきて、 さすがに野町まで行く根性はございませんでその後の予定も考えまして西金沢、新西金沢で降りましたで、えーほ、北陸鉄道の新西金沢駅がこちらで、それと駅前広場を 挟んで斜め向かい、端向かいに JR の西金沢駅がありますと。で、えっ、ー、と、西金沢駅、その奥見ていただくと分かるように、駅舎絶賛改築中、および左端見ていただくと、北陸新幹線の高架がこれまた建築中ということで、えっ、ー、と、何年かすると、 この西金沢駅の前は、西金沢駅そのものは、新幹線の高架下に駅舎が半ば潜ってしまう形になるのかなというところでしょうか。はい。ええー、富山地鉄ネタ。そうですね、えー。富山地鉄はうなずきまで行きますよね。そうですね。 黒部立山アルペンルートのパイプ役ではあるもののオフということで <laughs> あのー、そうなんですあの富山地鉄もう予告編で花から地鉄全く入ってなかったんで今回は全く私富山地鉄乗っておりませんこれをやり出すと1泊2日でなんとか頑張ればいけるかなぐらいの えー、規模になってしまうので、鼻から対象には今回入れておりません。が、やるとすると、この、うなずきまで、あと、えー、黒部峡谷ですね、さらに。あと、この黒,、えー、黒部、立山、アルペンルート、立山から先、ケーブル乗って、トロリーバス乗ってという、そのルートをどう処理するかというところが、 まあ悩みどころかなと私は思っておりますあ,あ駅の <laughs> あれに関して師匠さんえー、南福岡と雑所の熊二日市とこれ紫でいいんですよね読み仮名そういう乗り継ぎできるできそうなんだけど 駅名が全く違うというケースで、えー、プラレールさんからも北九州線では戸端駅前にこれは麻生ですか小倉駅前が平和通り文字湖駅前が桟橋通り西小倉駅前が大門などなどまあ、電停電あのー、路面電車の ね、あのー、はいちょっと久々にピクチャーインピクチャー使ってみましたやっぱこっちにしましょうそうですねうんで、西金沢駅の 周辺整備事業に関しては DK 勝さんから情報をいただいておりますありがとうございますうなずき塗料ありましたねはい、えー、北陸新幹線の構造物を見ると北越急行がどうなるのか、うん、気になるところですね収入のほとんどが飛ぶんじゃないかという飛んでしまったら大赤字になるのはもう目に見えてるんですけど はいえー、と以上北陸鉄道お届けをいたしましたで、えー、この後西金沢駅から私はどういう道筋をたどったかだけを簡単にご紹介して今日の配信終わりにしたいと思いますで西金沢駅から1駅、えー、JR で金沢まで行きまして金沢から この人に乗りました。この人っていうか <laughs>、えー、この電車に乗りました。和倉温泉玉くな何ですか、それはい。七尾線電化20周年。早いですね。<laughs> 20年経つんですね。<laughs> あの、このオブセボット、無限ループしてませんか、これ。<laughs> <laughs> 大丈夫かなはい、長、えー、尾線殿下20周年湧く卵。車内はこういった感じで、あのいわゆる和倉温泉のお宿ですね、ホテル、旅館の広告が乗っかってたりしておりました。ということは私が行ったのはどこかというと、和倉温泉。 の一個手前の七尾でございます。ここが、えー、初日、一日目のお宿。ということは、この次の日、私がどこへ行ったかというのは、まあだいたい想像がつくでしょうし、私のツイートをご覧になった方はわかると思いますが、それが来週の ネタでございます。はい。えー、初耳なゆるキャラ <laughs> ですね。私も初めて知りました。湧く卵。あ、卵が、卵型してましたよね、そういえばね。はい、これですね。卵が湧くから湧く玉なのか、わくわく。 するのか、えー、プラレールさんすいません和倉温泉には泊まってませんあの七尾の駅前のビジネスホテルでございますそんないいとこには泊まれませんただ和倉温泉自体は一度泊まったことがありますあの先ほども話に出しましたが社員旅行で,で来たことがありますのでその際に和倉温泉には 泊まっておりますこれゆるキャラなんですかねこの湧く卵のこれ名前なんつったっけなはいえー、温泉宿泊まってみたいものでございますそういう贅沢も今後の旅では入れていけたら いいなと思いつつやっぱり効率乗りつぶし乗り継ぎのスケジュールと考えるとやっぱりビジネスホテルかなっていう安易なところに落ち着きがちな私の旅でございますでは次回の出し物の予告を予告編動画そんなまだまだ全然作ってませんので はいえー、次回は第3セクター、まあ、もう言わずと知れたあの路線ですけどそれと JR 合計3路線をご紹介する予定でございます、えー、動画はこれから絶賛、えー、絶賛というか <laughs> これから鋭意編集に入りたいと思っておりますということで あの今日、前半、配信者数がそん、配信者数じゃない、視聴者数がそんなに多くないなと思ってて、どうしたんだろうと思ったら、11時台に入ってからぐぐっと伸びてきて、現在もなお27名の方がご覧いただいて,いただいております。えー、っと、10時台の前フリー見ずにいきなり途中から来られた皆様。 あのメガネかけてますけどいつも配信やってる同一人物です <laughs> あ今日久々にメガネを新調しましたので、えー、それかけてやったらどうだろうなというそれちょっと変化まあ誕生日だからなんか特別なことをやるというつもりはなかったんですけどまあ、強いて言えば今日は特別なのはこれかなと思って おりますはいえー、っと <laughs> 少々大きめな感じあそれは私も思います <laughs> いい旅夢気分では鉄分よりホテルのごちそうがメインですから <laughs> まあそうなるとあのグルメ談話クラブとか温泉談話クラブになっちゃいますので まあそういった州があってもいいかなと思いますがそればっかだとえ本末転倒になりますのでそこは厳守したいなとやっぱ鉄主体でたまに違うことをやるぐらいでとどめとこうかなと思っております別人疑惑よいしょこれ取ると同一人物かなと え、思っていただけると思いますが、えー、金橋さんはフロリダということですので、はい、えー、私の方もそろそろ終わりにしたいと思います。はい、えっ、ー、と、次回、今、この下で流れてますけども、試験に出る北陸三県の次回第2夜でございます。中身としては、七尾から、え、出発している第三セクター鉄道と、 JR の路線2つ合わせて3路線をご紹介いたします。温泉は女性点々点々うさぎちゃん点々点々というところですかね。<laughs> はい。マックンさん、メガネ4様よりおしゃれです。恐れ入ります。ありがとうございます。えー、グルメ談話クラブと温泉談話クラブはテレ東に任せましょう。おおっしゃる通りです。 そこ真似してもね、えー、しょうがないので、鉄道で談話クラブやってるのは多分、うちと、その他、その他つった駅じゃないな、ね、その他、皆様方の、この横のつながりで成り立っている鉄道談話クラブでございます。え上、ー、地状は三角数出ませんね、っ <laughs> て出,出ません、出ません。 えーとましてやあのチリハマのスカイラインであんなも出ませんのであの何でしたら出してもいいですけどもしかしたら来週は試験に出る本家本元の石川富山で出た何かが出るかもちらっと出るかもしれません。 えっと、水曜どうでしょう、クラスターの方。あ、これが、これ出たじゃんっていうシーンがもしかしたらあるかもしれませんので、そこもお楽しみにしていただけたらと思います。はい、えっ、ー、と、気がつけばいつもよりちょっと長めといいますか、思ったより長めの配信になってしまいました。えっ、ー、と、来週私がメガネ、このメガネで出るか、 いつものようにコンタクトに戻すか、それはちょっと気まぐれということで、そちらもお楽しみにしていただけたらと思います。はい、えー、負傷、私43になってしまいました。誕生日、本日誕生日でございましたが、ま、特に、特にいつもと違うことなく、 淡々とした配信で。お楽しみいただけましたでしょうか。じゃ、また来週、えー。試験に出る。北陸三県第2夜でお会いいたしましょう。ありがとうございました。